はい、3月11日、朝何時だろう、7時半ぐらいかな。これから森に入っていきたいと思います。うわぁ、積もってるね。積もったねか。これは過去最高というかすごいですよ。この雪解けシーズンはやっぱり記録に残しておかなきゃいけませんな。あ、これから森に入ります。画面登ってみようかな。晴れた日はいいですね。この樹木の影が雪に映るのも、この季節ならではか。行くぞ。ってこれから森には入れますよ。はい。疲れてきました。いや、左側がエゾエンゴサク、右側からカタクリさんたちの群落ですが、果たして今年はどうなるんだ。めちゃめちゃ雪深いっすよ。ここっすね。一番大きなカタグリさんが咲く伊藤カエデさんの根元ですが、いや、樹木は動き始めてますね。雪が溶け始めてます。さてと、東の尾根に向かっていきますかね。ここですね。よし、眩しい春の光です。あ、もう、おお、おお、おお、カンチキじゃスノーシュー入ってきて正解だな。はい、北方系生態観察園の渡辺山山頂に来ました。いや、春ですね。ちょっとズームしてみましょうか。いや、春が霞に、雪帽子のかふった山々がまたいいですね。赤毛羅くんがいましたね。おお、わかりますですか。お、ドラミングしてますね。おお、コゲラくんが。ドラミング、あ、キツツキさんたちだね。おお、登ってる登ってる。町村牧場の牧草地帯に出ました。これをこの足跡沿いに行って、北方系生態観察園の西側の上に出たいと思います。全く気持ちがいいですね。まあ、自然と調和する生き方というのはなかなかできないんですけど、最終的には私の目指すところまで行って、そういう生活がしたいなと思って。はい、西の尾根に到着です。やっぱりなんだかんだ言っ
て1メートル50センチぐらいは積もってますかね。はい、池に到着しました。まあここまでだいたい4キロぐらい歩いたことになりますけども、いやいいですよね、このシマウマ模様の池は今だけ。いやそれにしても雪が過去最高に積もってますね。これはもう今年の春どうなるか、非常に重要な研究結果というか、その観察記録になると思うんでやりたいと思いますね。でこれからこの池を通って、森さんの谷経由で東の尾根経由で、オフィスまで戻りたいと思います。さあ行くぞ。おお、うわっ、やっちまったな。はい、ここが第二橋なんですけど、ここも全然橋の形状がまだまだ雪の下ということですね。この谷もですね、皆さん多くの協力してくれたおかげで笹が一本もなくなりましてね、この沢ずっとですね、5月の上旬になると江戸の竜金花という植物で巻き木になるような谷になったんですね。全くありがとうございます。森さんの谷ですね、ここは2009年10年、そのあたりからですね、共同研究者の森さんが一人で、整備してくださっているところなんですが、この奥もね、メディカルハーブ協会の吉田紀子さんチームがずっと笹刈りしてくださってるんですが、いつもはここね、雪が割れて、江戸の竜金館の新芽が見えてもいいぐらいな時期なんですが、全然ですね。いや、今年はやっぱりデータとして貴重なデータになると思いますね。どうなるんだろうって感じ。はい、到着。